はい、どうも皆さんこんちゃす、ムンスケです。信長の野望、新生 PK、 豪の石、吉川元春の野望編、続きをやっていきたいと思います。はい、毛利元就のね、遺言でね、天下を望むなと言われた吉川元春ですが、やはりね、自分の部に自信があるからでしょうか、天下へ野望を突き進んでいくという、今回のね、イフストーリー、毛利家から独立して、山名、ほんで浮田の城で長宗壁の城っていう感じで落としてきました。で、前回は毛利がね、うちの本拠地合算戸田に攻めてきたのを追い払いまして、で反転攻勢したところ、備中高松城と備中松山城2城をね落としました。これによって毛利宗家と互角かそれ以上の戦力になりましたね。で、時は1581年、そろそろね、戦国の一大イベントが起きますという感じです。安土城に織田信長が入っております。東の方は、うわー、なんか史実通りな感じ、進み方が、うん、な感じですね。七尾城はまだ上杉と、そんな感じかな。うん、まあね、京都よりね、東には興味はありませんということで、今回やっていきたいのは、まあ82年のね、イベントが起きるまではちょっと西に進軍はしていきたいんですけども、毛利宗家を飲み込むか、長宗我部を吸収して武将をね、充実させるか、鈴木重秀とかいるしな、長宗我部攻めが理想ではあるかな。ちょっとね、武将数もちょっと足りてなくなってきて、このままね、毛利攻めても空いた城を持つことになりそうではあるんですよね。長宗我部攻めやろうかな。そうしましょうか。で、まず最初にね、ちょっと引っ越しをやりたいんですけども、あ、今大名移動中、とりあえず全員騎乗させて、騎乗させて、こちらに騎乗させて、よろしいでしょうか。織田との同盟は維持する。で、何を、同盟は維持する。あ、新鮮どうしようかな。もうせんでもいいじゃいいけど、一応やっとこうか。遂行いたします。で、吉川元春が合算戸田に帰ってきた。このタイミングで引っ越ししましょう。金銭的にちょっと不安にはなりますけど、天神山かな。天神山にしとけば四国の城はほとんど、見れるもんね。一旦天神山にしましょうか。合算戸田まで入るしな。よし、天神山に引っ越しします。よし、あ、お金マイナスならんかったわ。よし、じゃあね、一旦内政がっつりやりましょうかね。で、上司とか決めたりとかもやって、ある程度進んだらちょっと軍備をやっていきたいなと思います。お、
来ましたね。天下不武の実現を眼前に見据えた。はい、本能寺の変、戦国の覇者イベント来ました。織田信長、これはねスキップさせてもらいますね。ちょっと長いんでね。はい、信雄が当主を継承いたしました。で、明智家が誕生、羽柴が誕生で、柴田が誕生と、うちがね、こうでかくなってるんで羽柴が弱いですね。ちょっと羽柴の外交状況を見てみましょう。あー、浮田が従属してるということは、もう浮田攻めれますね。うん、よし、じゃあ浮田を攻めましょう。で、短期目標、攻略目標とした城を落としましょう。なんで岡山城を攻略目標にしたいと思います。はい、戻ってまいりました。岡山城攻め、3部隊出しました。3方面からね、よし、囲んでいけば簡単に落とせるんじゃないでしょうか。山中鹿之助とかね、浮田秀家とか強い武将が手に入りそうなので楽しみやな。停戦とかマジでやめてや、仲介コントでや。よし、来ました。さあ、全員入ってくれよ。秀家、鹿之助、遠藤利通、あとはそれぐらいか。武勇バフになるけど、竹内さん年齢が80歳。うん、鹿之助がとりあえず欲しいですね。登用してみましょう。お使いいたそう。お断りよ。おい、鹿之助がマジかよ。北明家と鹿之助か。それこそ負けるわ。ちょっとエースのね獲得には失敗しましたが、まあ浮田秀家は強いからいいか。大名の称号、よし、これでちょっと強くなる。うん、じゃあね、長宗我部攻めていこうと思います。うん、威風で城落としたりはちょっと難しそうやけど、直接ぶん殴る感じでもいいですかね。うん、よし、じゃあ軍備を整えていきたいと思います。はい、戻ってまいりました。羽柴とね同盟組むことできましたね。織田とは多分もうすぐ切れちゃうかな。で、83年なんで吉川元春の寿命が近くなってきた。うーん、吉田郡山攻めもやりたいけどな、そろそろ。どうしよう。どうしよう。せっかく、あれやな、独立したから毛利攻めの方がいいんかな。ただ動揺してはるわ。すぐには出ていけないな。じゃあすぐに集まってくれないな。ということで、やはり長宗我部攻めですかね。
当家打倒はね、さすがに息子たちに任せる形になりますかね。よし、とりあえず孝子の憂いはね拭い去ったということで、長坂部吸収しに行きましょう。うん、合戦起きるなら起きていいし、そのままねちょっと攻め込んでいって3つ4つぐらい落としたいかな。お工場までたどり着きたいですね。よし、では出陣してまいります。はい、戻ってまいりました。川之江城と白地城をね攻撃しようと、進軍しました。するとね、意外と敵の部隊集まってきましたね。10部隊とかいるんちゃいますか。もしかしたら威風の宙とか発動してくれるかも。ご気に良いわ。こっちが4部隊、ここに3部隊だから7、8、9、10ですね。中いけるよね多分。よし、見ていきましょう。さあ集まってきたぞ。その前に、東洋思いつきましたぞ。橋場から引き抜けのでかいで、時間緩めて進めていく。合戦、よし行きましょう。11部隊か、もう1部隊入ってくれたらよかったんですけどね。数えていこう。これで5、6、7、8、9、10、11、あ、全部入ってますね。城から撃って出てこないから12にはならない。よし、行きましょう。中やけど、もしかしたらね3城落ちるかもしれないですね、位置的に。うん、美味しい戦になるかもしれないので行きましょう。鈴木重秀がいるんか、打ち取らないように注意しないといけないですね。さあこの戦は割と敵もでかかったから、秀家ね使いたいけどまだ1700か。誰出していこう。マガイさんの代わりにアンキさん、常家の代わりに奥重政でしょうか。ここで行きましょう。戦場は高台がここにあるのか。ただコブは取りたいな。高台はうまく使えなさそうやな。まあ最後突っ込んでくる舞台は北本春で受け止めて、で誰かで挟みに行こうかな。とりあえず前でって攻めるところは取りに行きましょうか。ご命令をください。行くぞ宮本。よし、この感じで猫、その手で確かめよう。今回はまだ浮田を滅ぼしただけですね。まだ時間は結構あるでしょう。一番槍が吉川元春になりそう。このままでは押さしずを。みんな、行きますよ。武装を作れ。今が好機ですぞ。さあ高台からの斉射が決まっていきそうですね。お先ほどはほぼ飲みに行こうか。お撃ち、行くぞ、足を動かせ。敵を敷いてください。オッケー、じゃあ広い家はぶってもらおう。行くぞ、続け。攻撃入れに行こう。
ここでその軍略でもって決めてくれよ。完璧完璧。で弓矢打ってるから奥重政でなんとか耐えれるでしょう。一般社長、一般社長、私たちの攻撃がなくなったから、うーん、そういう感じ。ごめんよ、かせこちらさんにいたらな、まだ成功の切れ味、そんで確かに課題からの弓矢は切れない感じしますね。ほぼはガンガン打っていく、距離に音を運んでいきます。鬼はフォー、攻撃は、まだ攻撃です。ごめんよ、行く、ここで、この軍略でもって決めてくれよ。ここに、行くぞ、足を伸ばせ。ガンガン打ってみる、あれ、挟めない、ゴーの石で、パンチさんで挟みに行く。広い家で逃がさない。ヤタガラス食らう、負けられぬわ。まずい。960でかい。よし、村上武義を倒しましたね。今こそ披露してくれよ。打ち出来たよ、打ち出来た。よし、コースから近いです、倒しましたね。おしりさん、ここまだコースです。しまい、あがて棒見せてやろうか。様子を取り入れ、と敵は装備に刻み込め、何に立たずに捉えた。行くぞ皆の者。だいぶ兵は減ってきたな。いかがしましょう、いかに動くべきか。やるぞ、出番だ。この古い子は誘い込んで敵を攻撃。まだ放置です。挟めてない、なんでや。いかがしましょう。鬼は倒しました。あー、軒口がガラ空きになってんね。お味方優勢にござる。こいつ我が先方にて押し通る。敵の態度を遮ってしまえ。まず、苦しい戦よ、敵で打ち破って。おめでとう、敵の道を進む。長い戦いだな。この石で、ここで、この軍略でもって決めてくれよ。ごめんよ、かせ。ごめんよ、かせ。敵の方がいいか。素晴らしい。ごめんよ、行く。敵の道を進む。まず、今我々がやるぞ。はい、ここ入れる。おめでよ。敵を攻めたい。君も今。もうあとは軒口落とそうかな。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。お、信近倒しましたね。戦というものを教えてやるわい。いかに動くべきか。ここぞ。お、よし、これで軒口落とさずして優勢勝利になりましたね。よし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 、これでもう長宗我部は身動き取れなくなったんじゃないですか。我が心は変えられぬ。全然構わへん、無駄にはせぬ。二条だけか。まことか、まさか。二条だけ取った。ただ、全部の城がね動揺状態になったんでね、なだれ込んでいきましょう。よし、このチャンス長宗我部を一気に弱体化させていこうと思います。よし、じゃあ続き見ていきましょう。城なぞ早々に奪ってくれる。今回はよろしいですか。ん、あー、織田が仲介してきた。
マジで、うん、もうすぐで同盟なくなるのに。めちゃくちゃ厄介。織田めちゃくちゃ厄介。もう敵の仲介めちゃくちゃ食らうんですけど、うち。はい、ということでね、この戦は終わりですね。目を賜り、どうしよう、まだ多分時間あるから毛利とやり合うか一回ね。ヒエビ山城突っ込んでいきましょうか。はい、それではね、ヒエビ山攻めちょっとねやっていこうかと思ったんですが、ちょっとね道がなんかこういう動きしか残ってなくて、とりあえず神鍋ですかね。うん、神鍋攻めをやります。この辺に部隊溜め込めば全部隊入るんちゃうかな。よし、合戦威風を発生させましょう。敵は結構兵士でかいな。よし、部隊数で押し切ったろか。出陣していきたいと思います。はい、戻ってまいりました。敵は10部隊か9部隊ぐらい。こいつが多分間に合わない。一個一個はでかいんですけども、うちはね部隊数でかなり有利な戦ができそう。神鍋と新高山ぐらいまではね落とせるんじゃないかなと思っております。合戦いきましょう。さあ行こう。戦ぞ、陣を整えよ。合戦が出た。旧部隊中ですね。よし、行きましょう。今回はこの戦で終わりにしようと思います。さあ、甥っ子との戦い。高影もね出てきてますね。さ、さすがにこの戦はでかい部隊出していこうか。いや、奥重政、山田さん、二人は出したいかな。こんなもんじゃかな。よし、これでいきましょうかね。まだにも下げようか。よし、敵はね予備に一部隊しかいないんで、どんどん倒していきましょう。ここの戦場はねさすがにもう慣れてるからな。よし、防衛は川本春一人で最後からね。他の部隊は全部この川かな、川を渡りましょう。で、高台を取ってやね、戦を優位に進めていこうと思います。よし、行くぞ。要所を手に入れます。要所を手に入れるぞ。よし、これで見せてやろうか。早掛けの部隊が多い。高台を取りにくい国士がいる。国士が高台、こう進めぞ。吉川広家で挟みに行こう。続け、潰してくれるわ。元春は秋口桃呂、ここに行くぞ。足を動かせ、ここに行くぞ。要所を止めば、これで挟みに行くでしょ。敵を打ち返しようから守りに行こう。結構停止者、敵を過ぎてるぞ。はい、攻撃を受けてくる。まだ強くなる。こちらに君子さんもっと攻撃です。結構抜けたぞ。それは強調。敵を打ちました。先行、今こそ撃てない。攻撃が入ってるのか。ナイス。今ここで使うべきものです。守られてはありません。攻撃完成ます。そこでこの国当てを持って決めてくれよ。敵の対応を増やせる。罠戦法を見舞い。本気さん下がる。少量です。真摯目光見て計りごとを。お、高影の方が先に遠ざけられる。で、ゴーの石。この二人がね戦法を打ち合うのはなかなかにいいですね。皆も力を振るうのだ。あの木口、私見てるかな。今こそ撃てない。向かうは敵の木口ぞ。ご命令を課せ。さあ、クニシスさんを倒しまして、こちら広い家は
ライト早く終わる差になりそうかも。おさせる。ここが詰まってて動けてないな。敵に痛手を与えます。まだ戦闘の切れ味、その身で確かめよ。あっこ詰まってんの痛いな。我が策にて仕上げと参りましょう。我が策は動けない。皆も力を振るうのだ。そんな詰まるぐらい敵出てきてる？これ。よしよしよし。この戦場に示さん。やっちゃったね。結構遠藤さん食らってもらってるから。さっきのきついな。引っかかってたのがきつい。この窮地上で攻撃入りました。よしこれの窮地殴れる。さあこの合戦が終わりにされてる。よし、まずは軒口一個。腕敵が混乱。今こそ受けるがいい。あとはのみさん倒して王の石というを総身に刻み込め。ここ取っちゃってもいいな。ここに花房さんで残るのか。ここは何としたことか。いざ我が軍をこの戦場に示さん。この戦闘で勝敗を決めてやりましょう。今狙い時です。さあ兄弟対決がねちょっと続いてましたね。さあ遠藤さんが2個目の軒口を落として8戦勝利です。さあ宗家に手痛い一撃。敵将を捉えたわ。放つだと白2つかな。3個取れたらラッキー。我らの船になりわたらず。2個ですね。ありえません。まさか。よし、これで神鍋と新高山落としました。この防衛に来てる部隊は変えるかな。吉田郡山にもね突っ込んでいきたいんで、日枝火山と鏡山まで行きましょう。よし、じゃあ次回ね日枝火山落として鏡山落として吉田郡山をね攻めやすい状況を作りましょう。で吉田郡山をね木川元春の台のうちにね落としてしまいたいなと。それが次回の目標にしていこうと思います。ちょっとそれまで長宗我部動かんといてや。今動くのはちょっと面倒くさいぞ。城を攻める。指示だけ出してね。本日は以上。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。